何気ちょっと九州のねサープラではここだけ来たことなかったんですよ。ここは変わった店舗というのを聞いてるんで、早速ね中入っていろいろ見ていきましょう。早速ありました、ホークスのキティちゃんだよね。あ、ごめん、めっちゃ間違えた。びっくりした。あ、これか、こっちっすわ。なるほどね、野球グッズがいっぱいあるんや。多分全国でもここぐらいっすよね、球場の横にゲーセンがあるの。うん、あ、すげえな。なんか聞いた話によると、野球がある日はなんか野球にちなんだ催し物で、ライブとかがある時はなんかそれにちなんだグッズが入るみたいな。え、ですよね。はい、じゃあなんでいるんすか。君が前日に行くよって言ったから。ありがとうございます。明日米屋さんところの新店がオープンするから、そこはちょっと見に来てたんですよ。で、急遽今日から行けることになったんで、今日行っていいですかって言ったら、心よく OK してくださったんで。早速バットあたりから行きましょう。推しなんかな。うわ、なんかこれさ、バットゴムでしょ、うん、やむきそうっすね。てかさ、ゴムとゴムやからさ、結構難しそうじゃない。ああ、そういうこと。あ、ちょっと一個思ったやつやっていいですか。はい、このですよ、バットの上、あー、入らんかった。バットの上の端っこと下の端っこを交互に狙っていくと取れるんじゃないかなと思っていう説を実証します。この辺、お、ほら、ほらほらほら、今の今今の良くなかったですか。側面をなぞる。ただこれもうね、ピンポイントに狙えないと無理。正確なアームコントロールがいいね。そうですね、正確な。ほら、おー、うまいうまいうまい、やばくね、これ。これじゃん、すげえすげえ。今のやばくね、うん、今のめっちゃいい。ビクトもせんかったもんね。もうゲットやろ、ゲットでいいや。あ、いい、うまくね。うわ、うまい、うまい、うまい、今のうまかった。やりましょうか、ぐるぐる J。 あ、揺れます。こっちやな、大きい。あ、これハニーは分かるんですけど、これ女の子ってなんて言うんですかね。ハニーです。あ、そうなんですか。はい、ハニーです。え、野球そんな詳しかったですか。あ、野球好きですか。いや、これは普通に知ってた。はい。うまい、うまい、おーしい、これぐるぐるける。ストップボタンがちょっと遅かったかなって感じですよね。揺らしは最高やったしね。揺らし手前でした。ほら、うまっ。あ、タグにめっちゃ、え、そう、形状ロックされてるやん。これすごい、開かない。あれ、嘘、マジで。え、ちょっと読むね。いや、見て。あ、タグってここのタグ、はい、しかも下のタグもか。だから爪が開かないから。すげえ。え、すごい。見ます。おー、効果飛ぶね。いや、よかった。これ取れただけでも来たかい。あった、山本先生。そこにっすよ、うん、入り口に動画撮ってる人いるじゃないですか。あれ多分 TikToker みたいな。同業者の。しかもね、ぐるぐるアタックしてるんですよ。ぐるぐるアタックしよう。実際やちょっと待て。ぐるぐるアタックされてました。ぐるぐるアタックされてました。 TikTok 撮ってたんですよね。やっぱそうだった。ぐるぐるアタックっていう名前をつけたチャンネルなんですけど。あ、そうなんですか。はい。あ、そうっす、そうっす。え、ぐるぐるアタックしよった。いや、いいっすよ。え、撮っていいんすか。いや、ごめんなさい、なんか撮影の邪魔するつもりなんですけど、すいません、マジで。出しゃばってすいません、うん、確かに出しゃばってます。え、マジでいいんすか。え、これどっち狙われてたんですか。茶色い方ね。あ、茶色い方ね。 OK です。さっきですよ、ぐるぐるこんな感じでやってたじゃないですか。リズムよくやらないとぐるぐるいかないですよ、こうやって。で、僕は縦でしてもあんま揺れないじゃないですか、こうやってしても。だから斜めがいいんですよ、この台は。それをどう揺らすのが一番揺れるかなっていうのを考えてやる必要があります。まずぐるぐるは。あ、これは、これ何ですか。女性の前に言うのはあれですけど、窒素アタックって言うんですけど。結構見てくれますか。いい名前です。いい名前。まだこういうのができる台あるったんや。ちょっとストップボタンが早かったですね、これ。お次なんですけど、この揺れが一番揺れるんですよね。この左上と右下、アームがこの景品の上に来た位置でこう揺らすんですけど、でこう揺らして手前に来た時にストップボタンを押します。こんな感じですかね。一番
手前が入ってないね。でもなったオッケーオッケー、こんな感じですね。もう一回いきます。これ手前掴むだけでもいけそうな気はしましたね。すごいね、これで引っ張れ。ごめんなさい、ちょっともう一回これ初期位置させてください。手前でストップボタンが大事。よっしゃ、来たんじゃない。ただ持っただけ。ちょっと引っかかってる。これで落ちなければ。疑惑。とりあえずちょっと、すいません、ありがとうございます。動画出ていただいていいですか。あ、もちろん。名前はさやさん。アンディって言います。なんかアンディっぽい感じです。ありがとうございます。どういう関係なんですか。お友達です。あ、お友達。私がそこ行って、はい、で仕事できてたんで撮ってもらったり。カメラマンさん、はい、なるほど、合流しました。はい、ハーフなんですか。そうですね、お母さんが中南米の人で、お母さんが沖縄出身なんですよ。で、そしたらもう、え、そうなんだ、はい、めっちゃいい。いや、現場に来てほしい。行きます。手前に来た時に、おー、ちょっと難しかったね。でも次ぐるぐるのやりやすい景品があって、例えばこういうジョージみたいな長いやつと、あとはこういう引っかかりやすいやつ、シューマンフォールフラットとマイクラみたいなのもやりやすかった。うまい、これいったかも。惜しい。でもここあとはそのまま掴んでもいけそうなんですけど、ちょっと頑張ってぐるぐる取りますね。あ、マジ、うん、絵を作るんですか。絵を作りましょう。マジか。おー、うまい。これうまい。これは来た。おー、綺麗。すみません。あ、いただきます。すみません。これでよかったら。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみになんかお時間があれば、パパッと、あと15分ぐらいしか時間ないんですけど、でも欲しいのあったら取りますけど、いります。あ、取ります。あ、ポチャコ、ポチャコ、ちょっとやってみますか。これぐるぐる無理でした。どっちの色がいいですか。あ、手前で。手前で、はい。これは長谷川式ストップ操作でいきます。この店員さんにね、長谷川さんっていう変態がいるんですよ。変態、まあ、店員さんじゃなくて、店員さんなんですよ。変態。これ要は景品の真下にちゃんと爪がかかるようにストップボタンを押すとちゃんと持ち上げてくれるみたいな、多分そういう台やと思うんですよね。いや、ちょっとここら辺でやってみましょうか。これはもう1500円ぐらいでパパッといきましょう。ちょっとこれは大人の力使います。お金ですか。はい。これはさっきの方が多分惜しいんですよね。っていうのもこの当たりの中にもおそらくですけど、多分なんか3つぐらいマスがあるんじゃないかなって予想して、その中の1マスとか2マスを引き当てないといけないのかなと予想してるんですけど、そこがね難しいんですけど、ね、光ってたらちゃんとあの取れます。あのビタ押しがいいです。これ当たった。早いね。俺ら下手くそや。俺らじゃねえ、俺が下手くそや。メンタルがこうなるんですよ。あ、いや、すごいね。じゃあどっちが先に1個取れるか勝負。いやいや、こっち。あと1分やん、こっち。これクレジット余ったらあげるよ。うまい、うまい。すごい。おお。ダメだって。ダメ。ダメです。ダメ。このクレジット、あ、この形。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ福袋開封しましょうか。チャンネル登録してくれたら見ていいよ。あんま汚い。ちょっと待って、これめっちゃいいっすよ。マジで。いくよ。すごい。いる？スイミングしてるんでしょ？タオルいるやろ。バスタオル大事よ。泣くもらっとく。いや、なんか怒られそうだ。なるほど。タペストリー、それサード限定です。ルカの入ってる。すげえ。かわいい。テーブルにこうやって引っかかる。へえ。めっちゃ重いっすこれ。あ、ダンベルぐらいです。アンディさんどうですか。え、
アンジュさん、結構いい運転されてるじゃないですか。デージかわいいですね。デージ乗ったわ。ありがとうございます。まだ入ってる。あ、ワイヤレス充電と Bluetooth スピーカー。すごい。すげえ。やば。いる？いらない。いや、いらないんかい。いやめっちゃちゃんとしてるやん。じゃああとは小物、牛の缶バッジとミニチュアストラップですね。あともう一個が俺すげえと思ったのが野球の、へー、なんそれ、これさ、ここソフトバンクのさ、だってこれマリンズのやつでしょ。マリンズあ、でもこれセガのプライスなんですね。そう、じゃあたまたま今ここに入ってたって感じなんですか。あ、そう、結果売ってたわけではないですじゃあこれいきましょう。じゃあさやさん、お菓子好きですか。お菓子大好きです。ありがとうございます。じゃあちょっとお菓子をね、これ結構 A 取れそうなんで、なこれ狙っていきましょうか。いや笑い疲れた今日俺ちょっとわからん、よくわからんかった時はそうなんでちゃんと取ったね。いい、あー、オッケーオッケーオッケー。まあまあこれぐらいじゃないとね、尺が持たんから。そうだ、5回で撮るようにしましょう。え、ちなみにさやさんは福岡の方なんですか。あ、私は兵庫です。でも沖縄に移住しました。ん兵庫の方だけど、え、今沖縄に住んでる。沖縄に住んでる。あ、そうなんですね。で、アンディさんも沖縄。沖縄です。で、お父さんが中南米、はい、で、お母さんが沖縄ハーフ。そうです、ミックス。ミックス。ミックスすぎてどこの人か分かんない。あ、そうなんだ。だから自分雑種って自分で呼んでちなみにうちも親再婚したんですけど、お父さんアメリカ人です。そしたらミックス仲間です。そうですね、ミックスではないんですけど、はい、あのエセミックスっす。でもなんか親近感感じてますよ。本当ですか。Thank you very much。 さあ、じゃあちょっとな、もう攻略なかったっすけど、もう手前ちょこっと掴んだら止めるんですけど、ちょっと一回ミスしておきますね。この辺で、あ、惜しいっていう感じのミスを。ちなみにさやさんは今日はなんで福岡にいらっしゃってるんですか。今日ちょっと旅行がてらゲーセン回ろうかなと思って。え、遠征？遠征です。え、ゲーセンの遠征ですか。ガチじゃないですか。え、じゃあ TikTok 教えてもらっていいですか。TikTok 教えてたの。さやでよく出てこないです。さや、さやですか。友達やん。え、嘘。え、知ってたんですか。私はもうフォローさせていただきました。え、いや、めっちゃ最近伸びてるっすよね。え、この人。え、嘘、マジ。え、ちょ、見えほんまや。クリーンゲームでなんか結構投稿されてる方とか、なんかバズって自分の出てきたやつでフォローしていただいてたらフォロー返してはいたんですけど、この人です。この方、この人です。え、すげえ。もっかいさんから影響受けてこんなよ。あ、そうなんだ。先生、どれたんでいきます。逆に逆にマジで。すげーよ。すごい。じゃあもらっていい。すごい。ありがとう、ありがとう、大好き。ありがとう、逆にもらうっていう新しいパターン。ありがとう、ありがとう。すごい。何もいらん。ありがとう。交換せんで大丈夫。じゃあ交換する。あ、大丈夫。大丈夫。ありがとう。めっちゃもらった。ありがとう。ありがとう。ありがとうね、みんなが食べる。ちょっと待って。ありがとう。いや、すげえな。いや、なんかちょ、でも奇跡。あ、奇跡ですよね。しかも沖縄に住んでて福岡に来られてるんですよね。で、俺ら鹿児島に住んでて福岡に。確かに。いや、ありがとうございます。びっくりした、ぐるぐるしてる人がいるなと思ったら。下手くそだ、ぐるぐる。いや、びっくり。ありがとうございます。マジか。で、アンディさんは？自分、あ、今日ここですか？はい。出張で来てて。出張？はい。沖縄から福岡に出張で来てて、で偶然連絡あって UFO キャッチャーのカメラ回してみたいな。で電車でやってました。電車本当。出会うべくしてここは。そうですね、もう UFO キャッチャーしながら話しましょうか。あ、そうか、まだ撮れてないんか。はい。とりあえずさやさんの概要欄に貼ってるんで、もしよかったら皆さんフォローしてください。
ありがとうございます。いやマジすげえわ。びっくりした。鳥肌立ったもん。すごい。遠征で次どこか行く店舗とか決まってるんですか。まあ、特に決まってないです。この今日と明日、はい、僕たち漫画倉庫の新店に行くんですよ。今日は飯塚店ってところに行って、明日小賀店ってところがオープンなんですよ。ああそこ撮影もできるからですね。え、よかったら行きません？行きたい。いいですか？行きたいです。え、アンディ？偶然だな。明日の予定がね。いや濃すぎやろマジ。いいですよ。手ごっつかったら。もう全然ありがとう。お願いします。カメラマンがめっちゃ目立っちゃうやん。こんな長くなるとは思わなかった。じゃあもう手前ちょっと掴んで終わりましょうか。まだあとちょっと形がちょっとあれなんでかかるかもっすけど。マジで優しいよね。ありがとう。ありがとう、めっちゃくれるよ。ありがとう、ありがとう、バイバイ。しかもちゃんと人数分いただけるって言って。でラストこれ形今一応取れる形にはなってるので、はい、奥ギリギリちょっと抜ける感じで掴めたら次で取れるかも。この辺もう本当ギリギリ狙ってます。これはちょこっとちょこっと持ち、惜しいな。左側やったっけ。左がちょっとかかってないですね。この左取れるかなと思ったんですけど、加工制限多分届かないですよね。あ、マジ多分ディスプレイです。はい、ちょこっとちょこっと持ち。あ、うまいじゃない。これどう、可能性ある。OKOK。 おー、あれちょっと待って、手前乗ってる、これさ通ってはいるんですけど。ほんまやこれ。ほら左側さ乗ってるんですよ。ちゃんと確保しておくための見本がもう台の上に乗ってる。あ、そういうことですか。開いてますよ、ちゃんとこれは通りますよっていう感じの。あ、なるほどなるほど。そのために余分にクイーンが置いてあって、これはゲットってゲットなんですか。ゲットゲットゲット。おお、いけるいけるいける。え、それやったらこっちも取れるそうじゃないですか。そう、確かに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 。ここ制限でね、ダメかなと思ったんですけど、やっちゃう。いいんじゃないですか。いいです。いいですか。あ、無理っすねこれ。ああ、なんかガッチリになってそう。綺麗に撮れたね。じゃあとんかつソースどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。夜ご飯に食べます。あ、もうぜひ。ありがとうございます。この後もいろいろ飯塚店で結構企画考えて用意していただいてるんですよ。なんでいいですか、マジ来ていただいて。はい、ありがとうございます。お願いします。アディ、うちの車乗る。え、別に A で。濃すぎやろ。え、これ仕込みじゃない。仕込みじゃないっすよね。いや、初対面。いや、なんか俺に結構ドッキリするやん。あ、違う。だからキャラ濃すぎやもん。本当ですよ、初対面ですもんね。はじめまして、すいません。チャンネルです、よろしくお願いします。いや、友達じゃないの、大丈夫。いや、ね、